どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日、紹介させていただいた、マリオットボンボイのプラチナステータスで客室のアップグレードまとめ、国内バージョンっていうのをね紹介させていただきましたけども、今回は、海外バージョンということで、やっていきたいと思います。前提としてね、知っといていただきたいのは、私はプラチナステータスっていうことだけね、覚えておいてくださいね。私はSPG アメックスを持っているだけの、ゴールドステータスはね、また違う一つ上のね、ステータスでいますので、SPG アメックスをね、発行してね、私と同じような特典がね、受けられるとね、思ってしまうと、それで SPG アメックスね、発行しちゃうとね、それはそれで申し訳ない部分もありますんで、私はプラチナステータスを持っているということをね、ちょっと覚えておいていただけたらなと思います。それではね、実際にね、ホテル見ていきたい、それではね、ホテルね、で行きたいと思うんですけども、今回ね、ホテルは、ニューヨークと、ハワイのホテルだったんですけども、価格と、時期もね、結構バラバラですんで、特に価格に関してはですね、その時、そのシーズンによって値段も、今ポイントもね、シーズン制入ってしまいましたので、変わってる部分もね、ちょっとありますんで、そこはね、参考程度に見ていただけたらなと思います。まずね、マリオット、バケーションズクラブパルス、ニューヨークホテルですね。こちらは、ニューヨークの、タイムシェア、マリオットバケーションズクラブっていう説明会の動画をね、私出させていただいてますけども、あちらで、そこで購入すると、こちらのホテル、これがニューヨークの、対象ホテルということで、今回ね、私はちょっとどうしても、これね、泊まってみたくて宿泊したんですよね。残念ながら、アップグレードなかったですね。ですけど、もともとその予約してた客室が、かなり広かったんで、すごい広かったですね。とても快適なホテルでしたね。でこちらまた解説動画ね、個別の今後出していきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらなと思います。次に、ザ・レキシントン・オートグラフ・コレクションの、こちらはポイントじゃない、ここは現金で2泊させていただきました。で、ここはね、スタンダードの客室を取って、クイーンの客室にね、上げていただきました。ワンランクアップですね、アップグレードですね、させていただきました。次にですね、大体、このホテルは、クイーンからキングだったんで、20ドルぐらい、20、30ドル、確かそのぐらいのアップグレードだった、幅はね、そんなもんだったと思うんですけども、ワンランクね、アップの、アップグレードとなりました。次にですね、ウェスティングランドセントラルですね。こちらは、こちらも現金で、宿泊させていただきましたね。で、こちらは、アップグレードなしでしたね。ちょっとね、このホテルはですね、すごい、ニューヨークでもど真ん中っていうところにありまして、場所すごいいいんですよね。ということで、多分おそらくね、相当お客さん来るところなんじゃないのかなと思います。店員さんの対応もですね、私ニューヨークのマリオット系結構泊まってきましたけども、一番良くなかったですね。もう、なんて言えばいいんですかね。めんどくさそうな感じ。ここはね、ちょっとね、二度目はないなっていう感じですね。生放送でも言ったと思うんですけどね、ディスレジオフィーっていうね、宿泊に際して絶対、取られる料金があるんですけども、それを二重請求をね、されたりとか、結構散々な目にあった感じですね。それは解決したんですけどね、ちょっと手間でしたよね。次に、マリオット、イーストサイド、ホテルですね。こちらは、現金で決済させていただいて、クラシックキング、っていう、客室からですね、スーペリアキング大きめっていう感じで、アップグレードね、していただきました。確かコーナールームだったと思うんで、眺めはすごい良かったわけじゃないんですけども、結構広かったですね。次に、W ホテル、タイムズスクエアですね。こちらはですね、SPG アメックスの、年会費更新でね、もらえた特典で、宿泊させていただいたんですけども、ワンダフルルーム客室1、シティビューということで、SPG アメックスのね、5万ポイントで宿泊させていただきました。このホテルね、ずっと泊まりたかったんですけども、
すごい値段高いんですよね、このホテル。まあたまたま、私がね行くシーズンで、これオフシーズンの5万ポイントでね、宿泊することができましたんで利用させていただきました。こちらね5万ポイントで宿泊して、アップグレードがスペキターゲストルームということで、ワンランク、これもワンランク上だったと思うんですけども、アップグレードねしていただきました。それでね、ここは、タイムスクエアの本当にど真ん中にあるんで、まだね個別の動画出せてないんですけども、部屋からねタイムスクエアが見えるということで、かなり綺麗でしたね。次ですね、次マリオットマーキスニューヨーク、タイムスクエアホテル、マリオットマーキスホテルだったかな、こちらもニューヨークのね、タイムスクエアのど真ん中にあるホテルで、マーキスデラックス客室ワンキングソファーベッドっていうところを、取らせていただいて、アップグレードしていただいたのがスーペリアキングということで、ワンランクアップグレードね、させていただきました。結局ね、オファーとしてスーペリアゲストルームワンキングソファーベッドっていうね、客室に、アップグレードいただいたんですけども、タイムズスクエアビューをねこれリクエストしていて、タイムズスクエアビューの方が私的には良かったんですよね、まあ、客室が広いよりかはということで、まあ、今回のこのアップグレードはちょっと、キャンセルさせていただいて、タイムズスクエアビューのホテル、ビューの部屋にね、宿泊させていただきました。これもねすごい綺麗だったんですよね。まあ、W ホテルとアップグレードに関しては、 W ホテルも、マリオットマーキスもね、タイムズスクエアのね、ニューヨークのタイムズスクエアに、まあ、ホテルあって、両方とも、タイムズスクエアビューのね客室を抱えてるんですけども、タイムズスクエアビューっていう意味ではマリオットマーキスの方が、綺麗にタイムズスクエアがね、見れる、客室が多いと思います。ですがね、ちょっとねこのマリオットマーキスっていうのが、ちょっとね結構変わった作りになっていて、こう真ん中にエレベーターがあって、その周りに客室があるんですよね。っていうので、まあ、なかなかねあれですね忘れ物とかすると結構大変なんですよね。エレベーターから客室までが結構遠いんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、ちょっとね観光にはっていうところはね、まあ個人的には思うところがあってね、ここだったら W ホテルの方がまあ利用しやすいかなっていうのはちょっと個人的見解ですかね。次行きましょうかね。次、JW マリオットですね。JW マリオットですホテルですね。こちらはエセックスルーム、客室ワンキングっていう部屋をね、予約させていただいたんですけども、このホテルではですね、アップグレードは、エセックスルームをまあ普通に取ったんですけども、セントラルパークビューゲストルームキングっていうふうに、セントラルパークビューのね、部屋にしていただいたっていうアップグレードだったんですよね。っていう説明を店員さんに聞いたんですよ。まあ、それはね、わざわざこのお部屋は、どのお部屋ですかみたいな感じでね、聞きに行って、まあ、そういう説明、まあ、セントラルパークビューになっただけだよみたいなね、話をいただいたんですけども、まあ、ちょっとここに画像を出して、出てて見えると思うんですけども、どう見てもね、ジュニアスイートだったんですよね、間取りが。だからこれね、正直わかんないんですよ。ちょっとね、かなり広かったんですよね、客室は。で、結構広かったんですけども、まあ、店員さんがそう言うんだったらそうなのかなと思って、解説ではね、そう言ってるんですけども、まあ、後々今見るとですね、まあ、どう見てもジュニアスイートの、まあ、間取りなんですよね。っていうので、もしかしたらジュニアスイートだったのかもしれないですね。こればっかりはですね、また止まんないとわかんないですね。っていうこともありました。まあ、かなり広かったんでね、まあ、ジュニアスイートだったんじゃないのかなと思います。こんなに広い部屋あるんだなと思いながらね、私もね、もうちょっとちゃんとその場で調べればよかったんですけども、店員さんがそう言うならっていうことでね、そのままね、飲み込んでしまったんでね、それもちょっと失敗したかなっていう思うところですね。次に、シェラトントラベッカホテルですね。こちらは、残念ながらこちらアップグレードはなかったですね。次にね、リッツカールトンホテルですね。こちらは8万5000ポイントで、1万回クラスの客室1キングっていうところでね、宿泊予約させていただいて、
通していただいた部屋は、本当にセントラルパークビューになっただけのアップグレードということで、まあ、これもねなかなか難しいアップグレードみたいですね。なんかニューヨークのねリッツカールトンセントラルパークニューヨークホテルのブログって結構あるんですけども、なかなかねセントラルパークビューのね客室に案内していただけるってなかなかないみたいですね。なんかパーシャルビューっていうもう一個ねあるんですよね、くくりが。だそっちの方がね多いみたいなんですよね、うん、っていうので、まあ、こちら今回私はね運よくセントラルパークビューの方にねアップグレードねしていただくことができました。次にね、マリオットダウンタウンホテルですね、こちらは、ポイントで宿泊3万5000ポイントだったかなで宿泊予約させていただいて、通していただいたのがリバービュー客室、キングっていう部屋だったんですけども、一応ねこれリバービューっていうので、まあ、これもねアップグレードだったんですけども、ちょっとねアップグレードのオファーをいただいたんですけども、ちょっとねどうしても客室に浴室、が欲しくてですねあれしたんですね、アップグレードをお断りしてアップグレードなしの部屋にね、宿泊させていただいたんですよね。その部屋だったんですけども、眺めがねワンワールドトレードセンタービューということで綺麗な、まあ、客室だったんですよね。ですので、まあ、個人的にはかなり満足な、滞在でしたね。まあアップグレード自体のオファーはあったんですけども、まあ、お断りさせていただいたみたいな感じですよね、こちらニューヨーク最後ですね、シェラトンタイムズスクエアですね、こちらは、当時3万5000ポイントでポイントで宿泊させていただいて、普通の客室1キングっていうところをして、予約させていただいたんですけども、スーペリアゲストルームにねアップグレードしていただいたっていう感じですね、まあ、こちらもワンランクぐらいのねアップグレードをねしていただくことができました。で、こちらでニューヨークは終わりとなります。次にねハワイあと2件ねあります。でまずねロイヤルハワイアンホテル、こちらはヒストリックルームキング、客室ワンキングビューなしっていう、こちらはね宿泊予約をしたホテルで、実際は、マイラニオーシャンコーナータワーラウンジレベル客室ということで、かなりね超絶アップグレードをいただいたんですよね、うん、眺めすごい良かったんですよここ、うん、すごかったですね、うん、これがプラチナのパワーかって思った。しかもそれがねニューヨークじゃなくてハワイだったっていうねっていう感じですごいアップグレードをねしていただきました。これね何段階だったかな、かなりすごかったんですよね。10段階超えてた気がするんですけども、うん、そのぐらいすごいアップグレードねしていただきました。最後はですねハワイの、モアナサーフライダーウェスティンですね。でここは、ポイントで、ダイヤモンドシティ客室 2W シティビューっていう部屋を、予約させていただいて、バニアンオーシャンスイート、ワンベッドルームスイートワンキングっていうことで、スイートルームねとうとういただいたんですよね。ということなんでハワイでね2回超絶アップグレードをねいただけたんですよね、まあ、先ほどのロイヤルハワイアンの方は、まあ、スイートルームではないんですけどもね、ジュニアスイートより確かね価格高かった気がするんで、まあ、一応ねスイートルームのようなものだと思うんですけども、まあ、一応スイートっていう名前は入ってないんでね、うん、難しいところですよね、うん、ですけどもこの、モアナサーフライダーの方はバニアンオーシャンスイートっていうことでね、とてもいい客室にね宿泊させていただけました。ベッドルームの他にソファールームがあってシャワーもね2つあってお手洗いも2つあるっていうね、客室でしたね。解説動画ね、まあ、別に出しておりますんで、もしよかったらねそちら見ていただけたらなと思うんですけども、以上はね2019年で、マリオットボンボイホテルで、アップグレードプラチナステータスとしてねアップグレードしていただいた、今回のまとめだったんですけども、いかがだったでしょうかね。おそらくね、そんなにアップグレードされてないって思うと思うんですけども、これがね現実です。うん、私ねこれでもアップグレードされてる方だと思ってるんで、もしねこれからプラチナチャレンジがね私の動画で1回休止っていうのをね発表させていただいて、まあ、この前の生放送でね話させていただいたんですけども、
プラチナチャレンジはね再開して、今もプラチナチャレンジすればねマリオットボンボイのプラチナステータスにはなれるんですけども、アップグレード時代はね毎回ほとんど、まあ、ニューヨークはね結構厳しい部分あるたんですけども、まあ、国内だとねアップグレードされなかったことの方が私少ないんで、まあ、アップグレードはある程度されるとは思うんですけども、そのねスイートルームが対象になるじゃないですか、プラチナステータスになると。ですけどもそんなに毎回のようにねプラチナだからといってスイートルームにね上げてもらえるかっていうと、まあ、そういうわけじゃないんでね、これからプラチナチャレンジね検討されている方は、まあ、一応ね頭の中にね入れといていただけたらなと思います、これがね、現実ですからね、プラチナステータスになったからといって毎回のようにねスイートルーム通してもらえるなんてそんなことはありませんからね。マリオットホテル系のブログってまあすごい多いですけども、全てをね丸飲みしてプラチナチャレンジねするようなことはねやめましょうね。細かい話は言いませんけども、毎回スイートルームにアップグレードされることなんてありませんからね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってるので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。